のコンペティション、ライバルたちを、この時間はレッジャーナ対 AC ミラン、こちらの一戦をお届けいたします。サイド紹介です。右のエンドを守るのは AC、 頭できた、なんと止めた、いいですよね。そうですね、ポジショニングと周りの取り方が非常にうまいんですよね。まさにシュート来た、先制ミラン、ね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。裏を狙っていきます、シュート、ジーダー、さあどうだ、シュート、同点、ミラン突き刺さりました。いや、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける性格、シュート、決まった、勝ち越し、ミラン中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。シュート、ルイス・アルベルトからデルピエロ、デルピエロ、テオ・エルナンデスのボール、これでしょ、クロスを、あ、ダメだ、これはわずかにスペースを使う、シュート、おー、します、これはチャンス、シュート、見された、いい行け、あ、ちょっと厳しい、リスタートと思いきや、ここでここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。さあペレグリーニ、自分で行く、ヘディング、拾いたい、ヒットボール、レニャー、おっとこれはやってしまったか、一番いいところじゃないですか、シュート、うおー、抜けてくる、ライディング、一旦前を取る、シュート、いやいや、勝ち越し、このボール奪いに行きます、スルーパスを出す、スペースに出す、シュート、さあ抜けた、ボールはクリア、ここで笛です。4対3、素晴らしい勝利で見事突破を確定、これはサポーターも嬉しい、正にプレーして結果に結びつけてきましたよね。これでまたチームとしても一つ成長、このコンペティション、ライバルたちをご覧いただきます。本日のゲームはスポーツパークで行われます。レオンからのパスはディフェンスが対応、裏を狙っていきます、エダラー拾いたい、なんですよ、素早いパスで攻め上がっていきます、フットボーラーのプライドがぶつかり合うこのコンペティション、ライバルたち、この時間はレッジャーナ対 AC ミラン、細かくパスをつないで攻め込んでいきます、笛か、どっちだ、絶対、絶対、決めた、先制、先制しています。これでペースを作りやすくなりましたよね、はい、ただ相手も先制されたことで、シュート、いやー、いや、
このボールはつながりません。さあ打てるか、決まった、勝ち越し。コスタクルタ、前半終了です。さらに求められるでしょうね。このスルーパスは通りません。このパス、これはチャンスだ。シュート、いや同点。ミラン、裏を狙っていきます。レオン、レオン、点ではありますが、この中盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。まあどっちが、ミドル、おさあジャッカーニ、マイナス、頭だ、止めた、こぼれた、ちょっとミートが足りない、しっかりと抑えました。ここで笛、決着はつきませんでした。さあつながるか、バレッラから中、ザッカーニが受ける、裏へのスルーパス、このパスが抜ける、アドリアーノへ来た、シュート、裏のスペースを狙う、ザッカーニが上げる、触った、必死のクリアです。さあここでカウンター、コスタクルタ、このボールに触ります、されることになります。だけど勝負は勝負ですから、お互い納得のいく形で結果と見届けましょう。まずどこへ蹴る、おっとキーパー防ぎました。どうだ、決める、キーパーの左、1点ビハインド、どうだ、プレッシャーもあると思うんですけどもね。さあどこへ蹴る、逆サイドに決めてきます。外した瞬間からね、もう勝負は見えてきますからね。さあどこを狙うのか、これはキーパーの読み勝ち、今のはですよ、ね、どうだ、キーパー止めた、今のはいかがですか、ワンゴール差です。コースはキーパー読みが外れました。キーパーの左側を打ち抜きます。レッジャーナ、望みをつなげられるか、決めるか、ここは粘り強さを見せました。いやー、キーパー意地のセーブ、決着が、この緊張感のある状況を決めることはできるのか。さあどこへ蹴る、これはキーパー見切っていました。緊張感すごいですよね。決めるか、止めた、望みをつなぎます。どうだ、この失敗できない状況ですからね。ここでついに勝敗が決しました。いやギリギリの戦いになりましたね。素晴らしい勝利で見事突破を確定、これはサポーターも嬉しいでしょう。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。レッジャーナとしてはなかなかプレッシャーのかかる試合だったと思うんですけどもね、その中で、北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。レッジャーナとしては最高の結果になりましたよね。選手も重圧を感じていたとは思うんですけども、